さ、授業とか、なんでしょ、なんか、いいじゃん。だから、自動にしようかなと思ってるんだけど、近いかな。学校が必要だったら学校の方出て、出るようになったら出るって形にする。そして、そこもそう考えたらさ。ただね、それに関東の予選が始まるのが中間の違う。それで、それは土日なんですけど、それで開けて、月間水害とかが厳しいハードになっちゃう。それで、どうかなって。だから、主にハードになっちゃう。どうかなって。それが心配かなって思ってます。大学のあの方は、出た方が、講義出た方がいいと思ったら、ETC ステップに行っちゃう。思ってんですよ。で、あと流れとしては、それで関東の予選が4月16日から始まって、土日から始まって、それで本戦が5月の1日から始まる。で、それが始まって、準決勝、ベスト8ぐらい、ベスト8が10、ベスト4ぐらい。まで行くと、今度は関東、関東を押し込んで、それと重ねるんだけど、関東で行くと、ベスト4とか行かないでしょ。もし行ったら大学の方取ってもいいんだけどさ、で、それで、すぐその週の、木曜日あたりぐらいから観光が始まる。で、それが観光校大学はもうしょうがないけどさ、大学のそのさ、あれがさ、ラダイから俺が本線からとかになるから、あと10分出れる。予算がない。ドローンって。ドローンだよね。最近もドローンビデオも撮ってんだよ。流れが来てる。Whoa.
全部の動きやろ。向こうは左右の動きやろ。そういう特徴つかんでくと楽になるから少し動いてしそんな強そうな顔してる多いじゃん。ね、強い。ね、強そうだよね。楽しんでる。あ、何ぐらいの？
わっ、さあそこに置いてある箱があったの、あそこに水が持っていたらさ、さあ、ガットハリケーンの後ろに起こったの、バーンバーンっつって泣いてるの、ママ超怒ってる、自分なんかツンツンしたりするママって勝手だよね、自分はすぎるやつって思ってさ、ね、パパが目が見えて、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 さらに自分は何やってんだよって、ゲームやってたって言ってたら、ボケを取るよっ自分の上で言われると、もっと怒るね、ずるいよね、自分が疲れてるとかさ、自分が疲れてるとかさ、こっちだってさ、疲れてるさ、ね、これはゲームじゃなくて、一緒にね、もう荷物意識もさ、こういうことですよ、ルイのことみたいに、ニコロスキンとかって言うんですよね、ルイの呼吸が止まった事件、うん、一生言われるよ、助けたんだけどいいじゃん、死んでたら気になるんですよね、Thank you.